ジベ,レリンジベレリンについてジベレリンジベレリンっていうのはねバカナエ病菌から研究が始まってバーカナエ病菌これあのジベ,レジベレラ族っていうカビの,なカビの仲間なんですよ。 でこのね、えっとどんこのバカナエ病ってどういう病気かっていうとあのね背,背がねものすごくでかくなっちゃってあの昔からねあの農家あの農業をやられてる方々の間ではもうとっても有名な病気でもう背がすごく大きくなっちゃって倒れちゃうんですよあのポキって。でそれの原因それの原因のカビが、えっと、ジベレラ属に属するカビで,でそっからね研究が始まってえっと はじめは、この、菌類に特徴的な物質、菌類が作る、菌類特有の物質だと思われてたんだけど。でも、研究を始めてみたら、いろんな植物が、ジベレリンを作ることが、わかったんですね。一応の、えっと、身長成長。まあ、バカ苗病はね、あの、これ、病、病気。なんていうの、えっと。農作物の病気だから、農作物の病気だから、えっと。 ものすごく成果が高くなっちゃって折れちゃうんだけどでもねあの普通の、えっと、自然環境下では身長成長成に働いてますこれは大きい芯と強調して働いてます。 オオキシンと仲良く働かないとうまく伸長成長できないんですねジベレリンオ,オキシンと協調して、えー、と植物を伸長成長させる、えー、と作用がありますジベレリンさらに休眠打破あのなんていうの休眠中の種子を目覚めさせて発芽させるんですね休眠打破ジベレリリンジベレリ,リンって何か目覚ましの音みたいでしょそれで覚えちゃおう休眠打破さらに 果実の肥大化これねあのチベルリンって市販さ,市販されててなんで市販されてるかっていうとこれね種なし。 ブドウの,あの大きな種なしぶどうってねあれはジベレリン処理してるんですよジベレリンをえっとえっと与えて、えっと、果実をねものすごく肥大化させてるんですね種なしぶどうの作成たまに問われますねジベレリン種なしぶどうの作成でこんな風にねバカない病で バカ病菌のジベレラ属から名前がついたんだなってでバカナエ病菌はあのバカみたいにビヨーンって背が伸びちゃう病気だからしんそこから関連づけて身長成長を覚えちゃってで、えー、本当はねあの休眠打破ってあの種子が発芽する問題やればね自然と覚えてきちゃうんだけどまあえっとジベレリーンジベレリーンってねなんか目覚ましの音みたいだから休眠打破覚えちゃってあとはねあの果実の肥大化種なしぶどうの作成って覚えておきましょう。